どうした？じゃあ今日は以上で。そうですか。まあでもね、すごい動機がやばいの私今、うん。ドキドキしすぎて。それは年？高血圧でね。急進な急進。高血圧で。そうですよ。うん、でもなんか今もう解決。あ、でも解決が本当に。ね、でもここ二人はすごい解決した気持ちになってるけど。すごい。うん。はい。新庄美佐子。はい。どうぞ。はい。あの私ですね、まあ、司会業はもちろんやってるんですけど、うん、最近ミュージシャンとしてこうライブをやるようになって、うん、で弾き語り一人でやるようになったんですよ、うん、でいつもはバンドメンバーがいるからみんなで喋れるんですけど、うん、そういう MC がただただ苦手で、うん、で一人になった時に自分の話をしつつお客さんの話を拾うっていうその空間を作る MC っていうのが本当にできなくて。なるほど。そこです。ちょっと想像がつかないんだけどお客さんの声を拾うっていうのは例えばどういう声があるの、うん、例えば今日のまあすっごいざっくり言うと、うん、まず今日の天気の話とかその街のイベントの話とかが入るとするじゃないですか。ライブ会場も今日良かったですよね。こんだけ来てくれてありがとうございます、うんうん、天気がいいのにわざわざ暗いライブハウスにね、うん、来てくれて本当に嬉しいですみたいな話をした時にお客さんが、まあ、私のキャラを知ってるからか本当だよとか言う時もあれば、あとはそれでずっとシーンってなる時もあれば、うん、だ聞いてるか聞いてないかがわからないし、うん、どうやってそこから次の曲に持っていかなきゃいけないかっていう空気作りができない。あ、うん、じゃあまあなんかちょっと試しにやってみて。お、うん、オーディエンスやるから。3人でオーディエンスやるから。なんかまあもう歌う曲も決めておいて、うん、あ、わかりました。はい、はいはい、皆さんはじめまして、こんにちは。こんにちは。あ、シンガーソングライターの四条美佐子です。よろしくお願いします。なんて呼べばいいの？あ、ミサミサでお願いします。ミサミサありがとう。あの、ミサミサでもミサでもそれは皆さんに任せます。はいはい。で、今日は私初めて弾き語りということで一人なんですけれど、ウクレレを6月に始めまして、そのウクレレで今日はいくつか曲をやりたいと思います。ありがとうございます。で、まだ始めたばっかりなのでちょっと音を外したりとかするかもしれないんですけど、それはアクセントなので皆さんの笑いどころだと思って、こう外したらハハッとか外したら頑張れっていう声をもらえたら続けます。頑張れまだです。まだ弾いてない。後でね多分あるから。もう外してる。まだ外してないよ。弾いてないよ。で、で、次お届けする曲なんですが、これは去年の年末に作ったペットを飼ってらっしゃる方のお歌です。俺も飼ってる。ペット飼ってる。何飼ってるの？猫。猫飼ってるの。私アザラシ飼ってるの。嘘つけ嘘つけ。アザラシのゴマさんっていうのを飼ってるんですよ。でそのゴマさんが話長いゴマさんが飼い主を見ている、ペットが飼い主を見ていたらこんなこと思ってるんだよなっていうのを、詩に、しました。聞いてください。君の隣で笑う僕。じゃららん。おー、いいんじゃないですか。え、良かったですか。どう思います？普通でした、うん、思ってた以上。本当、うん、ただなんかちょこちょこ一瞬脱線するんじゃないかってヒヤッて歌始まらないんじゃないかっていう不安はちょっとあるけど、でも始まったから良かった。始まったら良かった。あれ意外にできてた。まあだからまず曲に至るまでのその紹介が苦手なのか、うん、あるいはお客さんの声に対応するのが苦手なのか、どっち？お客さんの声に対応するのが苦手です。で、ちなみに今やったのが、うん、去年初めて弾き語りをやるって時にも一人だったので、うんうん、夜中スタジオ入って、うん、持ち時間分を通しで MC まで全部作って、うんうん、準備してったんですよ、うん、そしたらやっぱりそれはできて、うんうん、用意したやつはできた。できた、うん、でも
際に音を外したりとか、うん、お客さんから何か言われた時に、うん、やっぱり戸惑う、なんとか自分のところに戻さんなみたいな、あ、なるほど、必死になって、うん、結果ちょっと時間オーバーしてしまう。あ、なるほど。だから予想外のことに対応できないっていうことだよね。アドリブ、あれ、あ、確かにアドリブ苦手なのかもね。そうなのかな。例えば司会をやってる時とかに、あ、このパターンのお客さんっていなかったわっていうことはあります？あります、あります。そういう時はどうしてるの？全うします、司会を、うん、やりきるっていう、うん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 、あ、そのスタイルもすごくわかる、うんうん、それはもうこっちが全力で楽しませる準備をしていて、うん、コンテンツもちゃんとあるので、うん、お客さんの反応がもしいまいちだろうが、うん、やってもらえたら楽しさが伝わるっていう自信があるから、うん、もうそこでもうやりきります。あ、補足説明をしたりとかもするけれど、うんうん、あとよくいるパターンのお客さんみたいなのもなんとなくわかる、こういうことするなとか、わかります、わかります、うんうん、そこはまあケースバイケースですけど、全体的にお客さんがそういうノリだったらそっちに運びますが、うん、それが一人二人だったらスルーする場合もあります。なるほど、うん、あ、わかりました。だから基本的にはあの予想外のケースに対応できないっていうパターンなので、うんうん、司会をやる時と同じモチベーションでいいと思うんですよ。で、まあアイドルとかミュージシャンの MC ってほとんどが聞くに耐えないものだと僕思ってるんですけど、だったら喋らず曲だけやってくれればいいのにって思うことよくあるんですけど、よく言われます。それってまあサービス精神なんだろうけど、盛り上げようと思ってね、うん、いろいろ予想外の声とかにも対応したり、自分でちょっと笑っちゃったりとかってあると思うんだけど、それはむしろ全うした方がプロとしては見やすくなると思う。うん、でなんか今受けなかったなとかっていう、うん、メタなことっていう、メタってわかる？うんうん、わかります。うん、まあ一人だけわかってない人いるから、メタ時のメタ、よろしくお願いします。自分がいるでしょ、で自分いますよね、でもう一人の自分がこっから突っ込むことをメタ語りっていうんですよ。うん、まあ、なので例えば何か喋った、うん、滑ったとする、うん、今滑りましたけどねっていうのはこの人の発言だ。はい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 。でメタ語りをするのは素人。ほー、プロは言い訳しないの、そういう。かっこいい。でもうメタは結構リスクが高くて、うん、これやるんだったら絶対にここで受けなきゃダメ。そうですね、そこで滑るの最悪ですよね。そう。